こんにちは、岩本蓮香です。私は今、吉祥寺に来ております。ドラマ吉祥寺ルーザーズでは訳ありな女子高生、間宮莉子役を演じております。実は私、昔から吉祥寺にはお買い物しに来たりしていたので、田島メルさんと同じく吉祥寺の魅力をお伝えできたらいいなと思います。はい、ということで今回紹介するお店はこちらです。キキ茶東京というお店です。入り口にはですね、可愛らしいマスコットキャラクターがお出迎えしてくれます。名前はキキちゃんと言います。オープニングタイトルバックの中でですね、一瞬映っているのをご存知でしたか？まだね、気づいてないよという方はぜひ探してみてはいかがでしょうか。吉祥寺駅公園口から徒歩3分、2016年にオープンしたキキ茶東京は、台湾で修行した店主が作る本場の味を楽しめるお店です。台湾茶は台湾から直接仕入れた茶葉を伝統製法で丁寧に作っています。さらに店主こだわりの胡椒餅、胡椒がたっぷり入った豚肉のあんにパイ生地で包んで釜焼きにする胡椒餅は台湾の B 級グルメとして有名です。お待たせいたしました、はい、ありがとうございます。すごい。こちら、日月炭鉱茶と、はい、あとこちらが東方美人のミルクティー。おー、はい、すごい。でこちら胡椒餅の東京スタイルでチーズ入りのものになります。この茶葉初めて見た、めっちゃ可愛い。台湾の、はい、あの茶器なんですけど、はいはいはい、はい、じゃあちょっと注いでみたり見たりしてみようかな。あ、めちゃめちゃ爽やかに匂いがする。うわ、もうこれすごい、めちゃめちゃ可愛い。いただきます。うん、あ、本当に飲みやすいですね。癖もなくて、これはグビグビ飲めちゃうやつですね。美味しい。ちょっとミルクティーの方を。わあ、すごい、なんか濃厚な感じ。いただきます。あ、いい香り。うん、あ、思ったより甘いです。でもいつも飲むようなミルクティーよりは全然すっきりしてて、ほんとすっきりした甘さってこういうこと言うんだと思いました。美味しい。台湾茶をこう飲むっていうのは敷居が高くならないように、ボトルを可愛くして、なるほど、これは持ち運びたくなるようにして、こう気軽に飲んでほしいなと思って、一応リユースボトルになってて、うわ、あの次回持ってきていただくと500円。うわ、素敵。ちょっと私はこれがすごく気になって仕方がない。ちょっとなんか生地甘い匂いとかもします。いただきます。うん、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 これは美味しい。美味しすぎる。ちょっとピリ辛です。すごいもちもちしてます。結構分厚い生地ですね。胡椒餅のこだわりとかあったりしますか？台湾で修行して、うん、あの師匠の味を再現して作ってるんですけど、すごい、うん、あとスパイスは全部あの台湾のスパイス、まあ、胡椒もそうなんですけど、全部使ってて、それは全部台湾から仕入れて、はい、すごい、毎日あの手作りで。じゃあこれはもう本場の味と言ってもいいぐらいのものなんですね。そうですね。このチーズはあのオリジナルで台湾にはないんですけど、あ、そうなんですね。チーズ入りっていうのは食べれるところは他にないかもしれないです、ね。すごい。知ってる限りでは、はい。わあ。すみません、他にもしあったらごめんなさい。店員さんにとって吉祥寺ってどんなところですか？人混みがそこまでないんだけども、なんか程よく商店街とか、はいはいはい、なんか公園とか、はい、ゆったりとしてて、うん、なんか落ち着く場所ですかね。めちゃくちゃわかります。吉祥寺は本当にいいところです。もしかして死んでたりして。彼女は大きな犯罪に巻き込まれようとしています。池上さんが着てた服に似てる。桜探偵の推理です。桜探偵、前が池上容疑者の犠牲になったのよ。吉祥寺ルーザーズ、かっこいい。